佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。皆さん風邪などをひいていらっしゃいませんでしょうか。今年はインフルエンザが特に流行しているみたいで、皆さんくれぐれもご注意ください。実は私もですね、新年早々にインフルエンザにかかってしまい大変でした。ちなみにインフルエンザの潜伏期間は1日から2日で、発症する1日前から発症後5日から7日頃まで周囲の人にうつしてしまう可能性があるそうです。特に発症日から3日間ほどが最も感染力が高いと考えられています。さらに熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。また飛び散ったインフルエンザウイルスが付着したものを手で触ると鼻や口、目、肌などを介してインフルエンザに感染することがあります。手洗いが感染を防ぐ上で有効なのはそのためだそうです。そして空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低くなるため、インフルエンザにかかりやすくなります。乾燥しやすい冬場の室内は加湿器などを使って 50% から 60% の湿度に保つことも効果的かもしれません。冒頭申し上げました通り、今年は特にインフルエンザについて最新の情報、発生状況であったり予防治療などを収集しましょう。どうぞ皆様お気をつけください。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきます。ただ、先ほども申し上げました通り、月の前半はインフルエンザのため、いつもより参加させていただいた現場は少なくなってしまったことをあらかじめご了承ください。毎度のことですけれども、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目はですね、うちの、事務所にですね、新しく入ってきた新人俳優、的場浩司くんの、学内公演をですね、感激させていただきました。Once Upon a Mattress という作品をですね、見させていただきました。こう学生がこう作り上げた、その公演を見るっていうのはもう本当に学生以来で、なんだろうな、こう懐かしいというか、まあ、自分も学生の頃にそういう、まあ学内発表みたいなのもですね、やっていたので、すごくこう仲間でね、仲間同士でこう一致団結して一個の作品を作り上げるっていうのは本当に楽しいですし、すごくやりがいをね感じられるのかなというふうに思いました。でこの、的場くんなんですけれども、非常に身長が高くてですね、感激ね、講演させていただいた時もすごく見つけやすいというか、存在感がすごくあって、でミュージカルなので、こう歌って踊ってこう演技するっていう、感じがすごいなというふうに、ね、まだ若いんですけれども、すごくすごいなっていうふうに思いましたね。なかなかこうね、歌って踊って演技するってすごく大変なことだと思うんですけれども、歌もすごく上手で、はい、ぜひね、今後もね頑張っていただけたらなというふうに思います。続いてはですね、まだ情報解禁されていない、2時間ドラマにですね、参加させていただきまして、私このお仕事をさせていただいて3-4年ぐらい、経つんですけれども、初めての経験をねさせていただいたんですけれども、まあ、ある、場所で歩くシーン、まあ、通勤だったりとか、まあ、通学とか、あとは旅行客とかの、まあ、こう歩くシーンだったんですけれども、大体の撮影の私が経験した中なんですけれども、まずこうエキストラでね参加させていただく時って、こうお洋服とかたくさん自分で持っていく場合が多いんですけれども、この現場では大体ある1
ワンシーンで、一個着替えてる状態 で次のシーンでちょっとあの変えてもらっていいですかっていうのが結構多いんですけれども、あのこの現場では ある一定の距離を歩いて、撮影されてるんですけれども、その一定の距離を歩いたら、そこの、歩いたところから今度またちょっと変えて、また別人として歩くっていう、もうとにかく早着替えが ありまして、もう本当にこうまず行きの時に自分の背負ってるリュックとかの中にあのこうマフラーとかちょっと変えられるものを入れて、で用意スタートであの撮影して、である一定の距離行ったら、でまた戻ってきて違う別人としてあの歩いていくという、あの結構こうスピーディーにこう動いていかなきゃいけない撮影で、あの他のねエキストラの皆さんもですね、あの頑張っていて、私もあの初めての経験でどうしようっていうのもあったんですけれども、それもすごく楽しくて、あの本当に放送がねどういう風になっているのか非常に楽しみです。はいはい、続いてがですね、ワーワーさんの、3月24日日曜日、放送スタートの毎週日曜日夜10時からの、ドラマにですね、参加させていただきました。でですね、これもまた初体験というか、初めて経験させていただいた現場で、コールセンターっていうんですかね、あのこうイヤホンをねこうつけて、こう電話の向こうの人で、ね、会話するっていう、そういうコールセンターの中のシーンだったんですけれども、あの一人ずつエキストラでも一人ずつセリフがあの渡していただきましたセリフを、そのコールセンター今やってるよっていう、勤務してるよっていうところを、撮影させていただいたんですけれども、あの初めての経験だったので、どう例えばこう、いないですけれども電話の向こう側のね人にこうどう伝えていけばいいかなっていうふうにこうたくさん考えたりとか、あとはこのやっぱラジオをこれやらせていただいている中で、やっぱりこういう喋り方っていうのがあのすごく身についていたので、あのすごくやりやすかったですね。いや、これは本当に続けて、このラジオをねずっと続けてきて本当に良かったなっていうふうに改めて思いました。はい、こちらもですね放送が非常に楽しみです。はい、で続いてがですね、こちらはですね私のブログとか、あとは佐藤ミートのツイッターでもですねお知らせさせていただきましたが、私が主演させていただきました映画22世紀寓話のですね予告編をですねアップしていただきました。いや嬉しいですね、嬉しかったです。あの予告編見た時に嬉しいなというか、こう自分がね映ってるっていうのだけでも本当に嬉しいです。でこの、予告編なんですけれども、私が所属しております事務所の、YouTube チャンネル、ムービープラスボックスの方にですね、アップしていただいておりますので、ぜひ皆さんね、予告編ご覧いただいてでですね、もし何かこう感想とかもしあれば、ぜひこちらのね佐藤美久の女優道までね、お便りいただければなと思います。はい、そして続いてがですね、TBS さんの、毎週金曜日夜10時から、放送されております、ドラマにですねがですね放送されました。はい、でですね、しっかり映っていたというか、ありがたいことに映っておりました。あの看護師ナースの役でして、あの衣装もお借りして、あの多分以前お話ねさせていただいたと思うんですけれども、あの車椅子をね押していく、あの、看護師さんの役だったんですけれども、あのぎこちないところが、あの大丈夫映ってないかなっていうか、あの結構車椅子を押すのも、あの結構こうなんていうんですか、スピード感というか、こうガッと押してでもいけないしっていう、あの感じも、あの持ってたんですけれども、あのオンエアを見て、あの安心しました。あ、ちゃんと押せてるなっていう風に、あの見れて本当に良かったですね。はい、あの自分がこう映る瞬間も、あ、ここだっていうのがね、あの分かって、あの映っていてすごく嬉しかったです。はい、今後もね引き続き頑張っていきたいと思います。はい、
ですね、続いてがですね、同じくここ市川うらら FM さんで毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の、北野しおりのリアルドライの、収録がございました。今月の放送がですね、2月10日そして24日、の日曜日お昼12時からとなっております。24日のですね、放送の中ではですね、この番組内にですね、北野しおりのリアルドライの番組内にロードトゥーブルガリアというコーナーがありまして、そこのコーナーにですね、ゲストとして、ブルガリア人の、ディモフ・ツベタン・ネンコフさんがですね、お忙しい中、ゲスト出演していただきました。本当にたくさん あのブルガリアのことについてだったりとか、あとはブルガリアの方々がこう日本についてこういうふうに思っているっていうのをですね、たくさんお話ししていただきまして、楽しく収録させていただきました。本当にツベタンさんすごい明るい方で、とても気さくな方で、話しやすい方で、とっても楽しかったです。しおりちゃんと2人で楽しませていただきました。本当にツベタンさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、続いてがですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナで、佐藤ミトで、番組をですね担当させていただいております。佐藤ミトのミートしようミートショーという番組でして、今ゲーム生配信番組なんですけれども、クロノトリガーという、ゲームに挑戦中でございます。でですね、2月の、生配信からですね、今まではですね、ニコ生ショールームフレッシュで同時生配信させていただいてたんですけれども、2月の生配信からですね、ニコ生ショールームは変わらずなんですが、フレッシュからと、フレッシュから YouTube ライブに変わりました。はい、でこの YouTube ライブで、生配信させていただく、チャンネルがですね、東京ドリームテレビさん、略して東京ドリテさんで、生配信を、YouTube ライブでさせていただいております。で、生配信後の、動画はですね、アーカイブアップをですね、この、東京ドリームテレビさんの方でアップしていただいておりますので、ぜひ皆さんね、そちらご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、続いてがですね、最新作映画突然恋人をはじめ過去の私の全作品、DVD が販売中でございます。こちらもですね、 MB プラスボックスの方にですね、予告編たくさん上がっておりますので、ぜひそちら見ていただいて、もし少しでも気になる作品があればですね、ぜひうちの事務所まで皆様、メールのほどよろしくお願いいたします。はい、この1ヶ月間そうですね、振り返りまして、もうインフルエンザになってしまったっていう、私の出すところといいますか、体調管理をねしっかり、もう今以上にしっかりしていかなきゃいけないなというふうに本当に改めて思いました。ですので、今月はさらに、頑張って、いろんな現場にですね参加させていただけたらなというふうに思います。はい、以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは、私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず、独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は2019年1月18日に公開されたマスカレードホテルを見てまいりましたので、簡単なリサーチを交えながら、お話しさせていただきたいと思います。まず東宝さんのウェブサイトによりますと、累計310万部突破の東野圭吾作品屈指の人気を誇るマスカレードシリーズ第1作マスカレードホテルが発売から7年の歳月を経て待望の実写映画化。連続殺人事件を解明するためにホテルに潜入するエリート刑事新田浩介を演じるのは木村拓哉。検事、総理大臣、天才外科医などさまざまな職業を演じてきた木村拓哉が満を持して初の刑事役に挑む。そして木村と共に事件の真相に迫る一流ホテルマン山岸
ナオミを演じるのは長澤まさみ、さらに日本映画界に欠かすことのできない総勢20名の創造たる豪華キャストが刑事ホテルマン、そして個性豊かな宿泊客として登場する。次々と現れる素性の知れない宿泊客を刑事として疑う新田と、ホテルマンとしてお客様を信じるナオミ、立場も性格も正反対、まさに水と油の異色のバディがホテルという非日常の特殊な空間で巻き起こる屈指の難事件に挑む。次々と現れる怪しげな宿泊客、ホテルに潜入する刑事たち、宿泊客を迎えるホテルマンたち、ヒーローシリーズの鈴木雅之がメガホンを取り、ライアーゲームシリーズの岡田道隆が脚本を担当とあります。そしてあらすじはと申しますと、都内で起こった3件の殺人事件、すべての事件現場に残された不可解の文字の羅列から、事件は予告連続殺人として捜査が開始された。警視庁捜査一課のエリート刑事新田浩介、木村拓也はその数字が次の犯行現場を示していることを解読し、ホテルコルテシア東京が4番目の犯行場所であることを突き止める。しかし犯人への手がかりは一切不明。そこで警察はコルテシア東京での潜入捜査を決断し、新田がホテルのフロントクラークとして犯人を追うこととなる。そして彼の教育係に任命されたのは、コルテシア東京の優秀なフロントクラーク山岸直美、長澤まさみ、次々と現れる素性の知れない宿泊客たちを前に、刑事として犯人逮捕を第一優先に掲げ、利用客の仮面を剥がそうとする新田と、ホテルマンとしてお客様の安全が第一優先のポリシーから利用客の仮面を守ろうとする直美、まさに水と油、お互いの立場の違いから幾度となく衝突する新田と直美だったが、潜入捜査を進める中で共にプロとしての価値観を理解し合うようになっていき、2人の間には次第に不思議な信頼関係が芽生えていく。そんな中、事件は急展開を迎える。追い込まれていく警察とホテル、果たして仮面マスカレードをかぶった犯人の正体とは、というあらすじとなっております。本当に面白い作品でして、で母と一緒に、見させていただいたんですけれども、この作品はですね、潜入捜査というスリルと、あとはなかなかこう私たちが見れない豪華なホテルの裏側ですね、なんかちらっと見れたりするという、ドキドキもあり、笑いも少しあったりして、すごく楽しい、ドキドキする、映画作品となっております。でですね、この木村拓哉さん、そして長澤まさみさんの2人のですね、バディの感じが、最初はね、ちょっとこう仲の悪いと言いますか、木村さんのこのエリート刑事新田浩介はですね、最初はちょっと不精ひげというか、ひげを生やしてちょっと髪もちょっと遊ばせた感じの、刑事なんですけれども、その刑事がですね、新田浩介が、ホテルマンというね、結構かっちりしたね、姿で、この、潜入捜査するんですけれども、その時にですね、長澤まさみさん演じる、直美がですね、それじゃあダメということで、髪の毛をこう何ですか、こう綺麗に揃えて、でその、新田浩介のこの、ちょっとね、武将ひげ生やした、新田浩介から、ちょっとホテルマンの、新田浩介のこのギャップが、本当にかっこいいです。木村さんがとってもかっこいいです。はい、そのね、ギャップもですね、ぜひね、皆さんご覧いただけたらなというふうに思います。で、この2人がどんどんこう物語が、進んでいく中で、2人の息の合った掛け合いがすごくかっこよくって、非常に面白いです、見ていてこうね、お客さんも大事に考える、直美と、とにかく犯人が逮捕したいっていう、新田浩介のですね、この、葛藤といいますか、二人の葛藤 の、の感じがすごく見ていて、私も頑張れっていう風に応援したくなる気持ちもありました。
でですね、この作品ではですね、非常にもお伝えさせていただきましたけれども、非常にそうそうたるメンバー、キャストの方々がたくさん、なんていうんですかね、ちょっとこうオムニバスみたいな感じでちょこちょここう出てくるんですけれども、この人が犯人、あの人が犯人っていう、そういう自分の中のこう推理っていうのもすごく楽しいです。はい。でですね、もうこの映画ご覧いただいた方、もしかしたらお分かりかと思うんですけれども、友情出演で明石家さんまさんが出演されていらっしゃるんですけれども、これネットでも結構話題になってたんですけれども、どこに明石家さんまさんがいらっしゃるのかが本当にわからないんです。私もその明石家さんまさんが、出演されていることを知った上で作品見させていただいたんですけれども、全然分かんなかったです。結構君を凝らして探したんですけども、なかなか見つけられなくてですね、どこにいらっしゃるんだろうっていう、多分セリフもない、多分ないこう宿泊客として紛れてるのかなというふうには思うんですけれども、さんまさんの独特な関西弁とか声の感じが多分出てくると絶対わかると思うんですね。でもそれも一切なかったので、どこにいるんだろうっていうふうに、母も一緒に見てたんですけれども、全然わからない、多分あの人かなっていう感じで、なので皆さんもこれからねご覧いただく方はですね、ぜひ探してというか、さんまさんをですね見つけてみてください。もう本当にわからないです。はい。なんかネットの中ではある程度ここだったんじゃないかっていう風なあるみたいなんですけれども、全然わからなかったので、ぜひもしここにいたよっていうのがわかる方いらっしゃいましたら、ぜひ番組の方までよろしくお願いいたします。でですね、この事件のね犯人なんですけれども、ネタバレになってしまうので言えませんが、非常にこの犯人の役者さん の今までのイメージを覆すような演技で鳥肌が立ちました。はい。この作品をね見ている中で、この人なんじゃないかな、この人なんじゃないかなっていうふうにあると思うんですけれども、もうあっと驚きます。本当にこの方だったんだっていう驚きがあります。本当にびっくりしました。どの方が出演されている方は分かってはいたんですけれども、本当にびっくりしました。なのでぜひ皆さんね作品を、見ていただきつつ、この人なんじゃないかな、そして、犯人が分かった時のあっと驚く感じをですね皆さんにも見ていただけたらなと思います。で、私がですね一番印象に残った場面なんですけれども、事件が解決して、で木村さんがですね、ホテルマンとしての、潜入捜査を終えてホテルを出て行って、でホテルがバーンとあって、そこので出てくるんですけど、木村さんがでそこでホテルをこうわーって見ながら去っていく瞬間がすっごいかっこいいんです。その去り方というか、この潜入捜査してきたこのホテルに対するこの思いっていうのが、もう背中だけなんですけれどもすごく伝わるんですね。 そしてこうちょっと見て、でホテルを見てよしっていうこう去り方が本当にかっこよくって、ぜひ皆さんにね注目していただけたらなというふうに、はい、思います。でですね、皆さんぜひ、マスカレードホテル、お近くの劇場でご覧いただけたらなというふうに思います。以上、今月の偏りムービーリポートのコーナーでした。はい、皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。
それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。